クニオですえっ、ー、と本日はコメント返し動画第2弾ということで2020年5月の3日ですえっ、ー、といくつか今日のやつももう内容的に返しちゃおうと思うのもあるんで今やってみようと思います結構ゴールデンウィーク詰め込むんであクニオチャンネルチャンネル登録お願いしますねでコメント返信動画どういう感じかというとラジオテイストで聞いていただけてもいけるような感じで割とテンポよくを目指し長尺になりぐし なりがちですが、お届けしていきたいと思ってますので、お付き合いください。じゃあ、早速、今日はどれ行くか紹介しますね。ビヨーンズ、おうちでもビヨーンズ学校に対しての動画に、あのー、コメントくれた方へのお返しと、先ほど挙げました、もう様々ダダダンというコメント返しに対しての動画へのお返し、それと、えー、とハロードリの先週分のですね、にコメントくれた方へと、あと、椿ファクトリーの5周年と、 ふわり花時計の、えー、失礼ピアノ伴奏バージョンの動画にコメントくれた方とひとそれアカペラバージョンにコメントくれた方これ全部でいくつかな6つの動画へのコメントレスいきますじゃあいっちゃいますかえー、っとねじゃあまずはおうちでもビヨンズ学校ねこれにコメントくれました秀幸 S さんありがとうございます国さんはじめましてこの在宅期間に結構拝見させていただいてます 路面に対しての優しさに溢れた動画に楽しませてもらってます追伸です、えー、元年バンジージャンプを平成バンジージャンプって言っちゃってます多分知ってると思うので余計なことかもしれませんがすいませんこちらこそすいません、えー、もうよくあるんですね僕言葉のミス間違えがねうんでねこういうのを編集してやっていこうっていうような案もまだまだ持ってるんですよここまで動画いきなり出しておいてなんなんだけど でそれをやると多分今の情報量を比較的下調べなんて最近がっつりやってるんですよ全然やってなくていきなり出すのもあるんですよほかへちゃんとかほとんどやってないですけどですけどそれをやって動画編集ってなると多分一人じゃできないんでまあ僕のイベントとかと一緒でちょっともうちょっととにかくサブスクライバーを1,000人作ってなんとなくいろんなことをちゃんと回せる人に頼めるようになってきたらいいかなっていうのは思ってます ね、そうやってミスを隠すっていうのは変だけど、まあ、努力も全然します頑張りますでその中でだねあとこのハロメに対しての優しさに溢れた動画っていう風に捉えてくれて嬉しいねなんか俺嫌いなメンバーいないんですよなのでねよく見ちゃったり気にしちゃったり自分なりの何て言うんですかね好き度が上がった時に勝手なこと言う時あるんですけどねそこをこの。 優しさに溢れたと言ってくれると、なんか嬉しいね。うん、調子に乗らないようにします。あの、元年バンジージャンプで言うようにします。ありがとうございます。じゃ、あ次の動画の回答いきましょう。えー、っとね。これは本当にさっきあげたやつで、小田桜ジュースジュースを太田遥香。えー、浜浦彩の米村キララ道崎みくプラス D. J. イベント。な。論に対しての七動画の回答を取ってあげたんですよ。 ね長くなっちゃってねでそこに早速コメントくれた方にお返ししていきますえっ、ー、と尾形雅春さんありがとうございますえ尾、ー、田さくらさんが好きだからこそやめてほしいんだが他のハロメンを下げて小田さくらさんを評価するようなファンがいるのは悲しいですこの前のハロプロメンバーが選ぶ歌が上手い人ランキング決める時とか露骨に感じました高木紗彦さんのここ数年の歌唱力の向上をガンむししている人がかなり多かった印象です これね、ありがとうなんですね。最初読んだ時、俺、俺かと思ったんだけどあのよく拝見していれば、文章を読めばそういう小田さくらさんを評価するようなファンが悲しいってことねこれね、僕も YouTube でこういうのをやりだしてあのセンシティブな話題なんだってことに気づきましたよで、小田さくら評価って、これ文房またね、言われそうだけど文房論なんだよねモーニング娘。を好きな人っていうのが、ハローの なんかもう f. C. の中で過半数なわけですよ。でファンも、の数も過半、過半,過半数なんですよ。でそうなると。読売巨人軍なんですよね。巨人の。四番がセントラルプロ野球の四番じゃいってなってる感じで。でも鈴木誠也なんだよ <laughs>。いや坂本勇人もすげえし、岡本もすげえんだけど、一馬ね、もうすげえんだけど。 鈴木誠也なんだけど鈴木誠也だって言ったって巨人ファンには通じないのさ俺巨人ファンなんだけどね親親,親父がずっと巨人ファンだったからもうそういう感じになっちゃってんだよでも今プロ野球全部見てますよハローだってそう見てますよ松浦半から始まってるけどハロー全部見てるつもりですよだけどやっぱりどこの角度から見るかですよねうん 間違いないように僕は伝えたつもりなんだけどやっぱりねうここっていうところのプレイが優れてるような歌声になってる感じなのよこれはもう一回ちょっと差し出じゃない差し差しちゃいけないか <laughs> このライブ動画とかでトピック立てられるようにしてやりたいですねもうそれも1000人とりあえず超えたいからそこ行ったらやるんで付き合ってくださいお願いします、ね、でさゆきね これね、ゆきはもう、うん、もう今余裕ですよ。すごい、うん、この間のあれはアップカミかアップカミの画像で大成さんと一緒にねなんかレコーディングしてる時も大成さんがちょっと小き人の楽しそうだもんね要求してどう,どういう球返ってくるかであじゃあちょっとこっちずらしてみてあとフリーにさせてみてでおいしいとこ取ってこうっていうような。 なんか最上級の人たちがやるやりとりみたいに僕見えましたよでなんかリラックスさせた時のさゆきの声のいい感じの「はい OK」って撮ってるような大正さんもすげえなと思うけどさゆきもすごいなってことですよねこの歌唱の話はまたしましょうでこの決める番組とかっていうのは僕も言いたいこと一緒ですからまた次に話しましょうじゃあ続いて 三津新劇さんかな一言大間違いなら大正解をくれ言葉で書いてくれ、えー、僕はね否定されたりするのちゃんと理屈が通っていたらああなるほど言ってくれてありがとうって言えるんだけど一言だとわからないんだよちょっと頭がそんなに優れてないから助けてくださいお願いしますじゃあ次行きましょう えっと木場敬いいつもありがとうございます小田作のことは仮はてなの話としてイチローが投手として1試合抑えきれるかといったらどうなの的なことだと思いますよ間違ってるかなあとおかいちゃんのことは、まあ、いろいろコメントしたいけどやめときますあの番組突然の終了の件がありますからねでも YouTuber としてもあるかなそしたら邦夫さんライバルになっちゃうけど もう面白いですね <laughs> これ一郎投手論からいきましょうか。一郎投手論は本人はやれちゃうしあの野村監督だったっけ、えー、確か勝負させなかったなんてありましたよね松井対一郎をね。なんかそういうこととは少し僕は違う気がするんだけど小田作動画で僕言ったのは。 ソロで歌ううっててていう風にして育て,てたら絶対いける人なのよこれはもう佐伯もそうだっただろうけどでもじゃあ構造どうだったの時代的なタイミングどうだったのっていうことででも俺さくらはモーニング娘。入れて幸せだと思いますよ。なのでモーニング娘。を強化するためにああもうこれだけピッチャー整ってて自分が行くんじゃなくてああモーニング娘。は全部打順でこう綺麗なの並べていく感じだと。 マウンドじゃないって思って野手やってるようななんかそういう感じなのねえ分かりにくいんで僕が分かりにくいこと言ってんだよねすいませんで <laughs> でもまあそういうこと、うん、なんかうまく伝えられるように努力しますでおかえちゃんの件ねああまあまずその前の一郎論っていうのは分かってるけど間違ってるんじゃなくてあの意見が例えがもしかしたらちょっと平行線いってるかなって感じですでおかえちゃんの件 これねン <laughs>、うん、簡単に言おうか芸能界としてで言ったら俺面白いやめ方だと思ってて <laughs> なんつうか超人間味ある感じじゃないでも言い訳できないの本人も分かってるから言い訳しないんじゃんねかなんか僕,僕はおかえちゃん好きよああいうとこが、うん、今回の件も好きよだからアド,アドバイスとしてもし届くんだったら友人とかだったりしたら あおクの旦那相当警戒しとかないとだぜっていう風なことなのよ。ね。で、YouTuber 出てきたら、いやライバルじゃなくて、もおかえちゃんの方が圧倒的に面白いんで、もう自分はもうあの、<laughs> おかえちゃんのことを喋らせてもらいます。そんな感じです。ありがとうございました。じゃあ、そこでいいかな。じゃあ、次の。ちょっとねあの、コメント寝かしちゃった系のやついきますね。 えーとハロードリの前回放送分の解説に、えー、とコメントくれました z x 1 4ンライダーさんありがとうございます、えー、とハロードリはこれ在阪っていうのかな在お大阪の番い在阪でいいのかな在阪なんで BS 放送待ちですもう見れたんだろうねえっ、ー、と為永オンちゃんはネットで夢リアイへ50の質問でリアイがライバルとしてシオンちゃんの名前を挙げてたんで気になってはいましたねとにかく努力の人だと褒めてましたね 最近のリアイの発言はなかなかされているの,ているので注目して BS を見たいと思いますうんねこの夢リアイ夢リアイってさ鈍くないからねタイプ違うけどね、うん、なんかジュースの中では味出てきてて本当に今ライブで見たい感じだねでそんな中でのこれあれだよねチャンネルでやってたの見ました見ました 年上だから,ね,ながらシオンね「シオンすげえな」と思ったんだけどこの中今の状況の中でまあね明日かで「やるはらどり」も楽しみですけど今の状況の中でどういうふうにこの今最終章として自分が頑張ってるじゃないですか。石栗りと僕は米村にちょっかい出しながら。 とかまわれながらあと差別化できる何か探しながらになると思うんでそこが面白いだろうなと思ってますまあ、またこれ見ましたら明日のコメントあんなんですか明日の動画でもいいのでコメントくださいお願いしますねえしいですねこういうやりとりは楽しいですじゃあ続いていきましょうつばきファクトリーシリーズのやつかな5周年の動画にコメントくれた方々にお返ししてきますえっ、ー、とケバ・ケイゴ大引き続きありがとうございます グループ全体のことになりますがデビュー前後の時何かのネットコメでは若干批判的なことが多かったかなこの頃と比較したら今はかなりレベルアップでしたねきたねと思ったのはふわり恋時計の MV 見た時ちょっとこの子たちすごいなとうんうんこれね批判的ってとこからまずいこうかなんつうのかな 花がない感じ花時計流してたんだ変だけど拳がすごかったっていうのもあんのようんでもうわざわざ比較されるためにファクトリーつけちゃってるわけでで曲もなんかなんかパッとしてないようなムードがあったのさ私はおばさんであってもとかの方がなんかなんかおいいなと思っちゃうぐらいな感じだったんですよでも今振り返ってみればそんんななことないんだけど。 うん、それは本人たちが努力したから今の絵面から逆算してあ初期の椿ああこういうとこかわいかっただったあこの時こうだったよなとか思えるんだけど、ね、この間あれですよ YouTube チャンネルでこのクラッカーの反転の映像も見ましたけどあれは僕論ずさなくていいと思ってここでちょっとじゃあちらっとどさくさい紛れて言うんですけど要は。 口 <laughs> ダンス映像なんだけどミラーにしてみんなで踊ってみようよって提案だと思うんですねでもあれで椿ができることを全然やれてるんですよ等身大で今できてるっていうのがいいのかなでこの時の動画もそうだけど別に特別なことは言ってないのよ俺はキキちゃんとかなんかマオピンとかの感じが好きだったんだけど 特別ななことは言わないでやりたいことをやれてるっていうわけでもないんだけどやれって言ったらなんかアイドルとしてハロプロのメンバーとしてって水準合わせてくるじゃないですかそういうようなちょっと語弊あるかもしれないけど背伸び的な部分とかねこういうのが僕は可愛いなと思って写ってます、ね、でそれがレベルアップってね写ったのだったら同じ気持ちかなってことですよね 僕もこの子たちすごいなと思って見てます。もうあとこれからどんどんすごくなるだけだと思います。ね、オリジナルメンバーだし。じゃあ引き続き言いましょう。えっ、ー、と滝沢勝弘さんでいいのかなありがとうございます。えっ、ー、と椿ご主人おめでとうございます。いつも YouTube 見ています。これ椿かな俺かな <laughs> ど,どちらにしても一緒に楽しんでいきましょう。あと全然僕のやつもコメントだんなりなんなりあの絡んできてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。 じゃ続いていきましょう。フーズバットさん。こないだフーズバットさん書いてくれたね。いきましょう。みんな素敵なコメントですね。ただ、椿は今は正念場だと思います。先輩のジュースは人それで新規増えてるし、後輩のビヨンズは勢いも人気もすごい。この2組の間に挟まれてるし、デビュー当時と違って可愛くてキャッチーな楽曲もらえなくなっててきつい。おお、来ましたね。攻めてきましたね。 うんっとね、正念場は正念場だと思います、うん、だけどねジュースとビオとは違う位置にいますよビオはすげえ、うん、もう本当に尊敬する俺でジュースはもうメンツ固めてますよねなのでジュースジュースというところで言ったら減免がいる中では最終形に近いところになってるんだと思うんですよで曲ももうコンセプト立てて 人れビタンさんからの流れですよねビタンさん人それあと好きって言ってよ的なねこういうので大人にならなきゃいけない大人の二十歳以上なんだけど大人にならなきゃいけない女性像みたいなそこの挫折とか葛藤みたいのを歌わせるエスキスパートにしちゃってるじゃないですかあのポジションってハローでじゃあ過去にいたかって言ったら。 メロンでやろうとしてたのかもしれないけど違いますもんね。でベリーのコーヒーもなんか全然ベリーって全然違った気もするしキュートがまあやろうとしてたやつのをんかあっさり洗練して塗り替えたなっていうようなイメージです。それと同じような感じだったらそこは椿が狙わなくていいとこだと思うんですよ。なので僕先ほどの敬語、えー、大佐のところのところでお話しした話とかぶるんだけどなんか。 やれって言われたことをやっていてそこの背伸び感が可愛いみたいにしたら、うん、なんか椿ってポジションあるんじゃないかなって思うとこありますよ。うん、ねだからキツキャッチーな楽曲ね曲は欲しいかもね、うん、なんか大気万成的とか46億年ラブ的ななんかドカーンといきなり大逆転のあってもいいかもね。 モーニングだと俺ジェラシー・ジェラシーとかあ歌方「撮タないともそうだったかもしれないけどジェラシー・ジェラシーとかって結構好きなんですよ。ああいうものを椿にやらしても面白いかもしれないね。まあ予想というのはともかくとして想像が膨らみます。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。えー、っとまたこれ椿で「ふわり花時計の」の、ね、ア,アカペラじゃないピアノ伴奏バージョンにコメントくれた方々にお返しします。 島袋光明さんいつもありがとうございますなぜピアノ伴奏伴奏になったかえっ、ー、とあれは小林穂香先生がサムシングの後半ベースを弾きまくるポールのようにピアノを乱れ打ちしてしまったからですえそうなの <laughs> これ俺真相知らねえやポールはマッカートニーだよねこれね、うん、ポール・サイモンじゃないなウェラーでもない、ね、えー まあ、サムセングだから間,間違いなくマッカートニーだそうなんだちょっとこれ調べてみますもし追伸あれば個人的にも連絡くださいでもいつもありがとうございますじゃあ続いてお鍋の蓋さん、えー、あ3点に分けてますねえあ、ー、んーのダンスのしなやかさに驚いたこれ1点2点目が恋時計は大好きなリコリコのパートがほとんどないので別な曲が良かったなかっこ苦笑いこれ二点目、ね、で3点目は 小林ほのかさん椿の雰囲気に馴染みすぎという3点おううん <laughs> ね二2つ目以外は分かるな <laughs>、うん、でもリコリコこの映像で頑張ってましたよね、うん、なんか大人っぽい感じのメイクと服装でねリコリコち新境地行こうとしてる感じしますねこの自粛の期間とは全く別としてもし今ツアーをやれていたら お姉さんリコリコで売ってくような雰囲気にモデルチェンジしようとしてたような雰囲気感じます <laughs> 全然違ったりしてね <laughs> でほのぴーはどこにも馴染みすぎよう、うん、これはねあ、うんみのダンスをしないかさんは全く同じ気持ちだけどほのぴー恐ろしいね、うん、どこでも切れるカードだねもうジョーカーだねどこでも切れるいやほのぴー来てくれてよかった なんて思いました。でも、引き続きお願いします。よろしく付き合ってください。じゃあ、あと次はラスト動画かな。ジュースジュース、ひとそれアカペラにコメントくれた方にお返しして、えっ、ー、と、今日は締めたいと思います。えっ、ー、と、ジャガー・ア・リ・さん、ジャガーリーさんなのかな。ありがとうございます。と、ゆめちゃんのゆかにゃ衣装の件、MV を見返すとなるほどと思いました。ルーちゃんの衣装にも似てるけど、袖がゆかにゃの衣装っぽいですね。 ゆめちゃん本人が明言してないので何とも言えませんがそう信じておきますそこから考えるとアンリーのピンク風船もゆかにゃかニャメンバーフルーツピーチかっことのつもりなのかなとか思えてきますかっこ,こちらも本人が明言してないので何とも言えませんがありがとうございますえー、っとねたぶん衣装はゆかにゃの上はゆかにゃなんだよねで確かに本人も明言してない うん、これねハッと気づきがありましたよで「アーリーのピンク風船」も愉快でこれ俺そう思いますあのこれ言っていただいて一回確認したんですよ気づかなかったあ1本 <laughs> ね他にもね仕掛けてるのあるかもしんないけどねちょっとねいろんな更新が動画多くてもう何回か見るに至ってないんで僕もぬるいっすね でもこういうの書いたから指摘あればどんどん探究して、ね、楽しさ広げていきましょう。ねこの衣装の件は Twitter でも僕「の国」という名前で Twitter やってるんですけどあれでもなんか「国をチャンネルで見てそうだった」なんて喜んでくれた子がいて嬉しいですね。まあ Twitter もフォローしてくれたらなんかそれなりに情報は出してます。ハローばっかですけどお付き合いください。じゃあそんな形でね 国をチャンネルチャンネル登録していただければこちら YouTube の方でも最新な情報結構ゴールデンウィークは僕ね何本も上げていく感じにこれから残りスパートしていくと思うんで本当になんかハローとそれにまつわるそう今ねベイビーメタルのファンの方も結構あのコメントくれたりフォロ,ローというかサブスクライバーになってくれたりしてるんでその方々にも何か出せるような話っていうのも今考えてますから。 皆さんもこんなことやった方がいいよなんて提案ありましたら引き続き遠慮なくてコメントをお願いいたしますそんな感じで国にチャンネル5月、えー、3日多分この5月3日日付はこれが最後かなっていう感じでした良い夜にしましょうまたね